ではでは皆さん、何これ、はい、じゃあちょっと拠点付近にお集まりいただいてよろしいですか。はーい。今日は何、米賞が、そうな、なんかなんでお前が仕切ってるんやっていう、 MC ちょ、なぜお前が仕切ってるんだという空気感を感じてるんですけど、はい、あのドズル大社長から今日はなんか君が取り締まりをしてくれということで、ちょっとなんか全然いいですね、大抜擢、ガチラインが来たので今日は僕が、ガチラインふわっとしてないやつね。普通のびっくりも2個ぐらいしかついてなかったちゃんとしたラインが来たので今日は僕が、進行させていただきます。それではアツクラ6月月例会よろしくお願いします。お願いします。皆さんお気づきかと思いますけれども、顔地図が全部完成しております、皆さんの。すごいこれ本当になんか混じってんな。なんか混じってんだよな。そうです、今回私たち罰ゲームということで、前回のエリトラレースで最下位だったということで、今回の月例会のゲーム考えてきました。ありがとうございます。ありがとうございます。でこれ本当は、まあ、オンリーちゃん発案の企画だったんですけど、オンリーちゃんは準備とかすごい頑張ってくれたんですけど、本日はちょっと来れなかったということで、私が代わりに説明させていただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。まずなんですけど、今回皆さんにやっていただくのは脱出マップ的なやつです。あれ、敵なやつです。なんですけど、なんかマイクラのなんか専門的な知識などはなく、もう初心者から上級者まで誰でも遊べるし、誰が活躍するかわからない、そんなゲームを用意してきました。皆様、降りてください。おー、これか、なんだ、はい、大丈夫これ、大丈夫。おお、すげえ。おお、すごい。すげえ。めちゃくちゃすごいぞ。わ。何これ。何これ。三段ステージとかなんか。やばこれ。これサバイバルで作ったとか。よいしょ。すごい。やばば、やばば。はい。ヒロ。はい。おお、はい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 。じゃあ行きます。あ、お願いします。はい。赤。赤。じゃあ押します。外れだな、赤。こっち。ピンク。ハズレなの。赤ハズレなの。うわぁ、なんだじゃない。よしよし、あー、いや、ハズレだ。うわぁじゃねぇ。ハズレとかやめてください。ちなみに、皆様、その持ってる、アイドル出てた。いいですか、それ持ってるコンクリートのに対応する床があるんですけど、床の色がね。そういうことか、みんな。はい。チームごとに、部屋が用意されておりますので、はい、そちらの、まずはサンダーステージからですね、ここから3つステージ続いておりますので、うん、3つ続いてんだ、はい、なるほどね。レバーだったりボタンだったりが隠されています。なるほど、はい、で、複数ある場合は正解のボタンの数っていうのは限られてるんですけど、1つ目の部屋は正解のボタンが1つ、はい、で、2つ目の部屋は正解のボタンが2つ、はあ、で、3つ目の部屋が正解のボタンが3つっていう状態で、全てを押すと次の部屋に進めて、3つ目の部屋をクリアした時間で競うって感じですね。なるほど、なるほど、なるほど、競争ね。はい、ボタンもしくはレバーです。なるほどね。ボタンもしくはレバーが。はいはい。レバーね。はいはい。なんか罰ゲーム的なのあるんですか、これまた。負けたらみたいなこと。それはね、もちろんね、ダーちゃん。え？なんか準備。なんで？いつものやつだよな。ダーちゃんが今までだって一番味わってきたじゃん。大会のね、屈辱を味わってきたもんな。はい。もうやりたくないんだよ。我々。あ、それ罰ゲーム卵10個でお願いします。いやいやいや。これ違う。なんか変な声が。変な声が。変な声が。いや、音質いいな。変な声。違和感が。びっくりした。いない人の声が。びっくりした。本当に来たかと思った、今。いや、びっくりした、今。知らない人はびっくりした。リアルだけど、確かに。あ、
こう補助か今やったのびっくりした。これ面白いですね。びっくりした。いないやそれで。いないから、うん。いないからね。それ面白いですね。いるのよ。何言ってるんですか。違う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 。煽りじゃないですかそれ。違う違う。どうでさん言ってました。え、あそれ。どうでさんどうでさん。誰が言ってたの。テドズルさんが言ってました。それいいな。うん。じゃあ3人は罰ゲームの可能性ないってことですか。ゼロです。そうですね。じゃあ誰が勝つかかけてよ。はい、そうですよね。ああなるほど。まあ絶対逃がさないと強い。それ俺たちがなる可能性もあるってことですか。もちろん。外したら。外したら、そうだよね。外したらはやばくないですか。外したら最下位の人は当てちゃったらってことですか。最下位の人当てちゃったら予想しちゃったら当てちゃったら。じゃあ俺たち3人別々に別々にはいかけて、うん、次の罰ゲームが3人っていうことにしましょう。ああなるほど。いいねいいね。ありがたいですね。いいバランスいいバランス。はいはいはい。やっと米ショートだ。やりますか。いやもう正直あんなこと言ったけど俺嬉しかった。いや僕はボンさん一択でした。いやいや俺もコメショットだけが良かった本当に。なんか本当にちょっとなんか話変わってくるなこの温度感。ちょっと恋が芽生えそうな予感が。よかったコメショ。いやこれやっぱちょっとあれでもボンさん前回僕ら優勝しましたよね一緒のチームで。したそうなんですよ。強いんですよ意外と。だから僕ら相性いいんですよ多分。意外と勝っちゃうの俺たち。ちょっとネタキャラっぽい感じ扱われがちですけど。そう舐めてると。舐めてるとやっちまうぞと。頭脳派軍団ですからね。3人誰。あ、スタート始まった。ゴーレバーを見つけてね。うわほうなんだこれ結構でも入り組んでんな。レバーを見つけてね。あ、え？ざっと見た感じないっすけどね。レバーを見つけた。あ、ありました。ここ引いて引いた。来ました。オッケーナイス。さすがだぜコメショ。3チャンクで結構ねこういう脱出マップやらされたことがあるんで、レバーを2つ探そう。レバー2つ。これ結構ねブロックの隙間とかにあるんですよね。ボタンかこれ。これ、あ、なんかレバー1個あるぞ。見えるけど、これ壊したらダメだから。どこにある？なんかここ草むらの奥にあるんですけど、これダメですよ、ね。うわあ、あるな、本当だ。あ、どうした？なんかレバー引けました1個。え、そう。急に？ここが、この隙間が。開いてた。1個レバーですね、1個。あ、ボンさんここだ。どこ？このチェストの隙間。うん、あーこれか。このチェストの隙間。ちょっと上から俺押すか。はい。はい。オッケー、多分。いった？二つ？ちょっと待ってくださいね。え、これ引いたの？これ二つ。二つ引いたんじゃないの？引いたと思います。あ、オッケー、開いた。どこ行った。ここです。オッケー。3つ、ボタンを3つ探そう。ボタン3つ。探せ。オッケー。どうやっていくんだ、これ。あと、ちょっとですよね。これ結構、隙間ギミック多いかもしれないんで。注意してください。隙間めっちゃ多いな。どこ？あ、いやなんかこれ？いや、こっちもで何やってんの？面会部屋になってます。ここちょっと出所したいです。いやちょっとすみません、ちょっとしばらくはお勤めしてください。何も悪いことしてないのに俺。え、何これ、本当にない一つも。絶対ここ怪しいのにな。あ、あれボタンじゃない？1個あった。どれだ。ナイス。1個した。ナイスです。あった。2個目。ナイス。マジで気づかなかった。え、ボンさん、隙間スイッチの才能ありますよ。オッケー。途中になった。
あと1個だ、頑張りましょう。頑張ろう。ここにあったでしょ、1個送って。あ、1個あった、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 どこ行った、どこから行った、ボンさん、あ、こっちです、こっちです。最後の部屋、どっちここ、ボンさん、これ。こっちに。あー、ちなみに、ボンさん、ここにありました。どここの、ここの。あ、こっちあったの、結局。ここの、じゃあ、これ、立ったら普通に見えるんですよ、ここ、逆方向です。あー、ほんとだ、あぶねー、立ったら見えるんだ。いや、これさ、めっちゃ、もう、盲点、盲点、盲点です、これ。これはやばい、これはやばい。危なー。立ったら見えるわ、やばいわ。危ねー。すげー、すげー、コメショ、今の。それはすごい。いや、なんかギリギリ耐えました。いやー、よかったー。立ったら見えるがあるんだ。いや、マジで盲点だった、危ない。一生気づかないで、これした。ナイス、ナイス、ナイス。よかった、コメショと組んでよかった。いやー、やっぱ僕たちずっともっすね。ずっともだね。絆ずっともですね。またお昼ご飯行こう。またお昼ご飯行きますか。夜はちょっと重いから、この仕事。なんで夜だ。いいでしょ、一緒にお酒飲んで。交わしましょう、熱い話を。米将と夜はちょっと重めだ。全然もう、ライトな米将軍って結構有名ですから。いや、でもよかった、勝てて。よかった、よかった。いやー、ナイス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 。いやー、マジでナイスです。そういえば、ジジャさんの今日プリケツやってねえな。あ、ほんとだ。忘れてるの、だからだよ。今日も、調子悪いってことだ。プリケツ忘れてるもん。確かに。これ、調子電話な。代わりにやっておこうか。やっといて、やっといて。プリケツそれ持ってんの？あるんかい、それ。ちゃんと本物。ちゃんとあるんだな。スタート。え、スタート、あ、もういいんだよね、これね。はい。レバーを見つけて。レバーか。レバー。あ、1個木のやつやった、木のボタン。お、木のボタンないっす。あ、結構あるね、そういうとこに。まあ、いろんなボタン押しつつって感じですか。そうだよね。で、ドアがどこにあるんだ。ん？なんかな？ガシャガシャ言ってる。向こうのチームか？木のボタンしかない？いやあ、こっちじゃねえの？あ、ミスった。あ、レバーあった。あ、ナイス。あれ？あ、なんかね、あの、トラップドアのね、あー、下にありました？開けたとこあった。うんうん。なるほど、そういうことね。あ、なるほど、なるほど。ちょっと隠されてある可能性が。隙間とかよく見ないとダメってことですね。あ、動いた。あ、違うか。これじゃねえのか。これじゃねえのか。え、偽物のレバーってことですか。偽物かもしれない。あ、どうですか、なんか。わかった、この隙間だ。違うかな。あ、なんか動いた、すごい。来た。あー、ナイス、すごい。なんかね、ジャさん、あれだった、あのチェストの隙間だったわ、はい、うわ、やらしい、すごい。じゃあ次、確かにあるもんね。これ3つ次。ちょっと待って、戻れんくなったぞ、これ、絶対。え、積みました？積んだ。え？積んだ、これ。え？絶対。出れないもんなって、これ。え、出れんのかな、これ。いや、積んだ。ジャーさん！ジャーさん、帰ってきて。いや、積んだ。まずい。積んだ。まずい。まずい。端っこに行ったもんなって、これ。まずいぞ、これ。あ、なんかボタンある。嘘。行って。今なんか、今ジャさん行きました。なんか先ほどねボタンついてて、うん、1個押したら、うん、なんかガシャンって言った気がする。ほんで激ムズよ。激ムズ。あ、1個あった。ありました、あと1個だ、うん、ナイス。あるかな。
あった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 。え、マジっすか。え、どこですか。この俺がスタックしたところ。え、そこの部屋。うん。え、ちょっと見に行こう。スタックした部屋。すごい。というかな。え、どこどこどこ。いや、ちょうど良かったですね。おめでとうございます。いや、ちょっとさ、おっと始まったぞ。あれ、うん、どこどこ。そう、そこ、そっからそっから、はい、そう立ったまま、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 俺の方の下、俺の方の下。あー、ここか。おおおお、見つけた。見つけたんじゃない？見つけた。おお、ありがとうございます。いける。いったー、気づいたー、すごーい。うわー、よく気づいたな。おめでとうございます。とりあえず順位の方発表させていただきたいと思います。はいはいはい、はい、お願いします。第1位黄色チーム。強すぎる。マジで早かった。早すぎた。早すぎましたね。ここはもう焦った。うん、マジすげえ。いや、もう完全にね、ルザピがなんかレーダーでもついてんのかってぐらい。いやいやいや。ボタンを次々に見つけて、僕レバー押したの1回だけ。では第2位ピンクチーム。イエーイ、イエーイ、おめでとうございます。おめでとうございます。もう完全にチーム力の、はい、もうあうんとは僕たちからできた言葉なんじゃないかっていうぐらい。あら、あげよう、うんぎょうね。あげよう、うんぎょう。風神大臣。風神大臣ね。すごかったですよ。いや、すごいチームワークだよね。めちゃくちゃいい。ボンさんの最後の追い上げがすごかったっすね。ボン上げね。ボン上げ。ボン上げが。最後最後見つけたのはコメショーだったから、やっぱり。コメショーフィニッシュ。うん、最後の1個目ショーと最後に思い出ができてよかったです。いや、最後あれどうですか。いやいや、末永くやりましょう、これが。そっかそっか。末永くいきましょうよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。で、第3位。まあ、いろいろトラブルとかありながらも、なんと、なんとか自力で、ヒントなしで脱出することができたお二方に、盛大な拍手をお願いします。おめでとうございます。おめでとうございます。お願いします。まあ俺らだけ難易度難しかったもんね。ベリーハードね。ベリーハード、ベリーハードだったもんね。ジャーさんめっちゃ見つけてたからすごかったっすよ。いやいや、俺らもねちゃんと見つけてさ。いや俺らだけ難しかった。あんな罠があった中、ね、くじ運がなかったってことだね。うん、甘栗お嬢は黄色チームにかけて、はいはい、私はピンクチームにかけたので、はいはい、ああなるほど。あ、全員黄色とかではなく。あ、そうそう、それはね。はいはいはい。はい。俺も信じてたんで、ピンク。ピンクチームにかけましたよ。お前。おぉ。あ、いや、まあ、ピンクでいいか。いい風に、いい風に、いい風に。ピンクでいい風に。ピンクでいいかって言ってたじゃん。いや、痛い痛い痛い。え、被ってもいいの？あ、でもピンクって言っちゃったし、ピンクでいいかーって。いや、言うなって。どういな、いいって、裏のことは。信じたんだからな。まあ、次もというか、次回考えていただくのは、オラフ君ジャジャさんになるんですが、ちょっとさすがに2人はきついと思うので、全然そう、ね、あのこういう知ってたら得じゃない、うん、ゲームの場合全然作業系とかだったらね、派遣しに行きますので、うんうん、整地とか全然やりますんで。うん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 、マジで手伝う。うん、はいはい、よろしくお願いします。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 あ、つくらワールドでちょっと気になる建造物があるんですけど。あるある。あ、誰が作ったんだっていう、とんでもない。いや、ほんとほんと、あるあるある。マグリさんもあるよね。あ、あれだよね、多分。そうそうそう、あの家、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 これ誰これ。いや、なんかやばい建造物。ドズさんの家が持ち上げられてる感じのあれになってて、造形がこれ誰が作ったのこれ。これ最初からなかったですか。これ最初からないや。いやいやいや、怪しい。あるわけないのこれ。これやばいよこれ。そうだっけ。え、これ芸術的だな。天栗さんか、やっぱこれやばい。やいやいや、これやばいよこれ。どこだっけ。これすごいよな。これすごいっすよね。はい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 、いいでしょ。あ、すげえ、なにこれ。
これめちゃくちゃすごい。え、これすごいっすよね、これ。でも面白いでしょ。そうそうそう。スクープ写真。あ、そう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 。ネタ枠がちょこちょこ。熱動だよ。熱動だよ、ね。いや、仲いいだろ、二人。合成うん。合成。そうそう。コラ画像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 。そう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 。これは、地図絵会場で、本当に街化使って、設計図作って、バーって貼っていくだけなんで。ああ、いや、結構早いんですよ。ちょっと、そうそうそう、ぜひやりたいっすね、僕。うんうんうん、地図絵会場で言うと、マグさん、ちょっとあれお見せしたいですけど。どういうこと、どういうこと、これ。あのね、エリトラでふわっとして降りていくの。あ、ふわっとするんですね。ふわっとして降りると。そう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 。じゃあ、ちょっとね。ベッドで寝てよ一回ベッドでほら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 下手すぎるだろ俺。え、どういうこと。いやマジこれむずいんだよな。むずいよ。でもふわっとして視点を全部前にするんだよ。視点をずっと前にとって、そうするとはいはいはい押し出されます。おーすげー。あー、こっから前に出てくってこと。マジで早いこれ。おもろ。なんでこんなできなんでこんなできなんか早っ早っ。すごい。そういうことか。おー、いいね、うまい、いいね、いいね。ボンさん、下向いてるからダメなんだよ。あ、下向いてる。前向いとかないと。前、うん、前ずっと、ショー俺含む前、行くぞ。あ、よくなーよろしくー。早く入っても、早く入っても、早く入っても。事故るとこうなるんだ。そう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 。事故るとこうなっちゃう。そうそうそう。これか。いけ、いったー。おー、すげー。ウザピは何も見やんでも分かってたな。すごいな。これ見てたんだ。ボンさん行け。すげえ。何これ。すげえ。すげえ。エレトラ、エレトラ、エレトラ、エレトラ。何これ。ジャダさんちょっとスタックの鬱憤をここで晴らしていただいて。そうですね、はい、スピード感じたいですね。これすげえな。これ、地図絵1枚分ですね。何チャンクだ。16000ブロック、うん、16000ブロックが一気に上がる。そして、一気に下がることによってこの地図絵で描いてるカーペットを一瞬で剥がすことができるという機構でございます。はい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 。本当だよ。いや疑ってんな。いやいや重くなる。重くなる。無理でしょ。多少ね、多少ね、多少重くなります。すげえ。じゃあ皆様ちょっと見てていただけると。はい、はい、じゃあいきますね。はいはい、いきまーす。せーの。うおー、うわー、おー、おー、いや、マジですごい。すごい。どうでも飛んでくる。なんこれ。いやあ、でカーペットは全部一気に上がれるんだ、これで。これカーペット全部なくなります。はいはいはい。すごすぎる。ロマンです。ロマンです。は別に邪魔にならないと。ブロックでも邪魔にならないと。はいはい、下げた状態だと、なんならこう、こうやっていけばね。うん、簡単に取れるよ。すげえ、でもすげえ脳筋だな、これは。脳筋脳筋。これはガチ脳筋。ガチ脳筋だよ。はい。ガチ脳筋です。すげえな、マジで。なので、はい。結構まあ消しゴム代わりにね使っていただけると行かれております。はいはいはい、気持ちいい、気持ちいい。ちょっとやっていい、やっていい。よーこの数やったな。いや、とんでもない。連打しないでよ、連打しないで。気持ちいい、これ。連打ダメ、連打ダメ、連打ダメよ。連打怖いだ。あーおーここにいるのも楽しい。すげえな、これ。これ地図だけでも脳筋なのに、さらに脳筋だ。気候だけで言うと、これね、実際恩恵としてね、マジでね、30分から40分ぐらいは短縮してる、剥がせる。すげえ暇だな。努力家って言ってくれよ、努力家って。ちょっと、まあそこは否定できないんだけど。危ない危ない。おお。否定してください。すごいぞこれ。間違えた。これすげえな。本日6月あつから月例会、タイタイ、サンダちゃん、アオグリ、用意してくれてありがとうございました。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 来月もありがとうございます。ということで来月も1日におそらく、はい、あると思いますので、そちらの方またぜひぜひ、楽しんでいきましょう。はい、お願いします。
します。なぜか本日 MC だったんですけど、ありがとうございました皆さん。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。では今日のところはこれにて各自終了ということで、お疲れ様でした。ありがとうございま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 した。今日のあれおもろかったね。脱出マップ最後のやっぱボタンのやつが難しかったけど、あれすごいな。あのジャンプしてしゃがんでるときは見つからんけど、パッたら見つかるっていうのがあれはいい発想やね。普通トラップドアあったらしゃがみたくなるからな。あの発想面白いな。いやジャダさんめっちゃ見つけてくれたから助かったけど、あれ自分一人やったら絶対にクリアできんかったやろうな。ははははって思いながらやってた。マジで、うわ、うわ、なんもわかんねえみたいな。なんで最後でさ、ボタン一個見っけたからさ、ちょっと役に立てたみたいな。いや、よかった、ちょっと役に立てた、一個だけボタン見つけたみたいな。あったけど、正直マジで全然わからんかった。内心やりながら、うわ、やべえ、マジでレバーどこみたいな。マジでわかんねえとか思っててやってたから。トスボザレインボーの動画をご覧の皆様、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。おすすめ動画もよかったら見てね。